ずっと野生動物を撮影してきて、まあ、経験も積んできてある程度撮れるようになったところで、その今までの自分をもう一つ上回っていくような、今ここで自分も新たな挑戦をしたい、ソニーのアルファで野生動物を撮ってみたい。No road. I seek the road. First priority is hunting. その野生動物が持つ強い生きる力、それが伝わるような写真を常に目指しています。この写真はチーターのハンティングシーンなんですけども、チーターが主役ではなくて襲われているヌーが主役、そのヌーの目に着目して撮影しています。5頭のチーターにのしかかられてもまだ立ってる、恐怖で見開かれた目というものを、ね、写してみたかった。ソニーのアルファはシステム全体がまず第一にコンパクトで軽い、気負いが少ない感じがするんですね。撮影中にカメラに対して意識を取られることが少ないですね。動物と一対一の向き合う、そういう感覚に入りやすい。だから行動力にも影響しますし、集中力にも影響してくる。今までにない感覚で撮影に臨める。バッテリーグリップをつけた状態でもう1日は結構余裕で持つ。ソニーのアルファはですね、レンズのラインナップも多くて、より積極的に、ね、自分で絵作りをしていく、選択肢の多さが作品全体の幅を広げてくれた。とっさの状況で私自身の反射神経を超える速さで、ね、アルファは反応してる。なんとかフレームインできたと思った瞬間にはもうフォーカスが来てたっていう、この速さがあったからこそ撮れたっていう写真がたくさんありました。今まで撮影したことのなかったそのオス同士のプライドをかけた争いですね、それをとにかく狙っていたので助けられたと思ってますね。オスライオンのその硬いたてがみと体毛の一歩一歩までくっきりとね映し出してくれたと思ってます。ソニーのアルファというのは非常に独創的なチャレンジをしている。不可能と言われるものを次々とこう打ち破って実現させていく、そこに非常に強い共感を持ってますし、私自身もそうありたいという気持ちがありますね。